でね、あの二人 が、まず、赤い再生はね、セットなんですよ。まずね、なぜね、あそこまでして、まあ、自分と仲直りしたいかね。まあね、そして、まあ、自分が西村真君というキーワードを出しましたね。で、わけわかんないことを言ったって言いましたね、あれが。ね、そんなわけわかんないことを言われて、俺は話してないからと言いましたね。それ以外は後々どういうことになるかわかると思います。まあ、西村真君というのは5個上の、まあ、自分の5個上ね。今だから今年、今49歳か。で、今年50歳になる方ですね。で、取り込みたいのね。あらはね。で、それをなかったことにしたいのね。テレパシーの会話をしたことを、次男坊でしたことを、なかったことにしたいんだで、金あげるからってさっき言ってました。しんくんちはお金持ちなんですよ。そんなね、めんどくさいことがしないの。ね、アランチより、ハラクね、お金持ちだから。ね。